経団連は選択的夫婦別姓制度を早く実現するよう求める提言をまとめ、近く政府に申し入れます。政府はどう対応するのでしょうか。小野さんはい。自民党最大のスポンサーである経団連からの提言なのですが、岸田政権は対応を検討すると慎重な姿勢なんですね。ただ、岸田総理自身は、かつて別姓制度の実現を目指す議員連盟の呼びかけ人だったんです。 総理就任後も反対と申し上げたことは一度もないと述べていますではなぜ岸田政権は別姓制度に慎重なのでしょうか、はい、岸田総理が気にするのは伝統的な家族観を壊しかねないと反対する党内保守派の存在なんです去年 LGBT 理解増進法の成立の際強い反発を受けたことがトラウマになっていて求心力が低下する中導入に踏み出すのは厳しい情勢です この記者でした。